こんにちは、トリカラチャンネルです。コウネネビ飼育からのミジンコ飼育水槽。ミジンコが主役なのに巻貝が出しゃばってます。もうちょっと巻貝を減らしたいですね。ミジンコ、かわいい。今回は久しぶりにラムズホイホイをやってみようと思います。ゴキブリホイホイみたいなやつ。そうです、餌で誘引して捕獲するやつです。ガラス製のシャーレを置いて、その中に餌を設置しまして、レッドラムズホーンが集まってまとめて回収しちまおうって寸法です。効率良さそうな方法ですな。それではしばらく放置してみましょう。あれ、集まりませんね。もうちょい観察してみましょう。餌に近寄ってきてますけど、見つけられないような。失敗でございます。レッドラムズホーンは餌の匂いに対して敏感ですが、シャーレの形状のためなのか、餌を見つけられない子が多かったですね。結局普通の餌やりになっちゃった。ざいねえ。すぐ集まってきましたね。ミジンコたちはこういう餌も食べるのかな。あれ、もしかして食べてる。固形餌をつっついてる。ミジンコがこんな行動をするなんて、ちょっと意外。実際に飼育して観察してみることで、思わぬ小さい発見がいろいろ見つかるもんですな。ミジンコ飼育、面白い。ざいねえ。ミジンコにはスピルリナ粉末を与えているのですが、食べ残しでそこに沈んだ粉末をレッドラムズホーンがおそらく食べてくれていまして、そのおかげなのか、殻が丈夫な巻貝に育っているように思えます。ピンセットでつまんでも、簡単には割れたりしないんだよね。ところで、この水槽だけど、水替えってやってるんですか？まだ一度も交換してないですね。というか、ミジンコがいるから、どうやって水交換していいのかわかんないです。私水オンリーだよね。